お話を伺うのは甲斐豊院長先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、まず今回のテーマのノロウイルスについて詳しく教えてください。はい、ノロウイルスというのは、感染性胃腸炎という病気がありますが、まあ、症状としては吐いたり下痢をしたりという症状が出るんですが、まあ、そういった感染性胃腸炎を起こす一番、最大の、感染症で、ノロウイルスというのが原因で、感染を起こします。症状としては先ほどお話をしたように嘔吐と下痢なんですけれども、はい、まあ、一旦ウイルスが口から入ってしまいますと、まあ、1日から2日で発症してしまいます。で3日目ぐらいがピークで、まあ、吐くような症状が出るんですが、その後2週間ぐらいは下痢が続くと言われています。でこれに関してはなかなか対処法がなくて、はい、もしそういう症状が、身近な人に出た場合は、まずは予防といいますか、防御が必要で、そのためには手洗いとか消毒が非常に大切になってきます。はい、では、今回はそのノロウイルスの感染を広げないために、家庭などでできるポイントなどを、感染管理認定看護師の柿本市長にお話をさらに伺います。ここからは感染防止対策室の柿本看護師長にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは、予防のポイント、何に気をつけたらいいでしょうか。ノロウイルスは甲斐院長先生からもお話があったように、感染経路は経口感染になります。ウイルスが口から入らないようにするのが最も効果的な感染対策となります。食物はよく加熱することでノロウイルスは死滅すると言われておりますので、85度 C 1分間、表面だけでなく食物の中までよく火が通るように調理してください。はい、次に大事なことは手洗いになります。手洗い、はい、手はいろいろなものを触りますし、ウイルスがすぐに手についてしまいます。それでそのついたウイルスを広めてしまうのもその手によって広めるということになりますので、手についているかもしれないウイルスを洗い流すことは大切な感染対策です。ウイルス自体は目に見えませんので、手についているかもしれないと意識してよく手を洗ってください。まず流水で手を洗います。次に洗剤を手に取ります。手のひら、手の甲、指の間、付け根と親指と親指の付け根、指先は爪の中まで意識して、さらに手首まで丁寧に洗います。そして泡などをよく洗い流し、手を拭くときは清潔なタオルまたはペーパータオルなどで拭き、よく乾燥させてください。かなり丁寧な工程ですが、これ時間はどれぐらいかけたらいいですか。そうですね、やっぱり30秒以上はかけて洗ってください。あとその手を洗うタイミングというか、何かそれも気をつけた方がいいんですか。そうですね、よく言われているとは思いますけども、外から帰ったら手洗いをする、それから食事の準備をする前、それから食事をする前ですね、それからのトイレに行った後とか、もう手洗いは十分行ってください。その他おむつを替えたりとか、吐物を処理したりとかして、手袋をはめて行うことがあるかもしれませんけども、手袋を外した後にも手袋を外したら手洗いということが必要になります。はい、では続いてのポイントは消毒ですね。はい、それについても教えてください。はい、家庭内にノロウイルスで嘔吐や下痢をしている人がいたら消毒が必要になります。はい、ノロウイルスに効果のある消毒薬は次亜塩素酸ナトリウムという名前のものです。これはスーパーや薬局でよく売ってます塩素系漂白剤というものになりますので、いろいろ商品はあるんですけれども、購入されるときには裏にの成分書いてありますので、次亜塩素酸ナトリウムっていうふうに書いてあるものを選んで購入をしてください。消毒には拭き取りとつけ置きがあります。まず拭き取りの方からですけども、水
1000ミリリットルに対して10ミリリットルほどの次亜塩素酸ナトリウムを加えます。これはペットボトルキャップ2杯ほどになります。濃度はすぐに変化しますので、それほど詳しく細かく測らなくても大丈夫です。作成した薬液をペーパータオルなどに浸して、よく触れるドアノブやスイッチ、手すりなどを拭いてください。と、下痢をしている場合はトイレの便器や水洗レバーなどを触れるところは全て拭いてください。と、金属は腐食する恐れがありますので、その後また水拭きをしてください。と、作業の際にはマスク、手袋をつけて行った方がいいでしょう。はい、次につけ置きですが、吐物などがついた衣類やタオルなどはつけ置きをすることが必要になります。吐物などがついたものは周りに水が飛び散らないようにゆっくり静かに洗い流ししてください。はい、そして水 1000ml に対して次亜塩素酸ナトリウムが 20ml の倍の量になりますので、ペットボトルのキャップ 4、5 杯ほど入れた薬液を作成して、その中に1時間ほど浸積するとウイルスがは死滅します。はい、漂白効果で色落ちすることがありますので注意して行ってください。はい、つけ置きすることが困難な絨毯などは、スチームアイロンが効果的です。はいはい、汚れをよく拭き取った後スチームアイロンの蒸気を1分ほど当ててください。ノロウイルスは85度 C 1分間で死滅します。と、拭き取っただけで放置すると乾燥して空気中にウイルスが舞って感染の恐れも起こりますので、必ず死滅させるっていうことが大事ですよね。なるほど。その他に何か日々の生活の中で気をつけた方がいいことありますか？はい、とノロウイルスだけでなく、いろいろな感染防止には調理器材や布巾、スポンジなどの消毒が重要です。と、先ほどのつけ置き用に作成した薬液と同量の消毒剤を作って、まな板やスポンジ、布巾などの消毒を行ってください。これらは消毒後によく乾燥させることが大事です。細菌は水が大好きですので、湿ったままで置いておくとすぐに細菌は増加してまた元の量に戻ってしまうということになりますので、消毒したらよく乾燥させることを心がけてください。はい、今回はノロウイルスについて教えていただきましたが、はい、やはり日頃の手洗い消毒などのこの予防がやはり大切ですね。そうですね、先ほど柿本、認定感染管理看護師が説明をしましたように、手洗い消毒が非常に大事です。で、一旦広がってしまいますと、例えば幼稚園とかであると、学園閉鎖、学級閉鎖とかですね、学園閉鎖になったりしますので、そういう方が身近におられた時には、ぜひ今日お知らせしたような予防法を使って、ノロウイルスが蔓延しないようにしていただきたいと思います。さらにもし感染した場合は水分をしっかりとっていただいて、脱水にならないように注意していただきたいと思います。と言いますのは、感染を起こしやすいのが幼児であったり高齢者であったりしますので、そういう方が脱水になると体調を崩したり、さらに嘔吐を繰り返すことで肺炎になったりして、やっぱり生命に関わるような危険な状態になることも知られていますので、ぜひとも、厳重な対策を取っていただきたいと思います。はい、阿蘇医療センターだより、今回は冬場の流行前にノロウイルスの対策について甲斐院長先生と感染防止対策室の柿本看護師長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。